旧制都山高等学校は、1923年10月、富山県に設立された公立の旧制高等学校。最寄りの富山鉄道高等学校前駅より、富山高等学校を望む1923年、当時の交代子結婚の記念行事として、馬場春が高等学校設立事業費として、当時としては破格の100万円という寄付を申し出、これを基金として、 富山高校が設立された。馬場はさらに教官の海外留学基金などのため、合計34万円を追加寄付し、またラフカディオハーンの蔵書コレクションを寄贈した。以上のような事情から、富山高校跡地には、馬場春の像が混流されている。開校当初、高知に予定されていた富山県上新川軍大広田村蓮町では、校舎が完成していなかったため、 東岩瀬町立尋常小学校の校舎の一部を仮で仮校舎とした。1925年3月、新校舎完成により仮校舎から移転し、以後、蓮町校地は、米軍の空襲による被災からも免れ、廃校まで存続した。申請以降後、旧富山高校地は、富山大学分離学部キャンパスとして、しばらく使用されたが、1962年3月、 五福キャンパスへの統合移転に伴って廃止され、現在は、馬場記念公園となり、大木の並木などが王子を忍ばせている。正門は1998年1月、公園を管理する富山市によって復元された。富山高等学校領下級の団乱小崎無限、作成、文部省管轄高等教育機関一覧参照。ありがとうございます。